一般的なグレートハイランドバグパイプグレートハイランドバグパイプはスコットランドで最も広く演奏されるバグパイプの一種である。日本で最も知名度が高くバックパイプとも呼ばれる。一般的なバグパイプの構造を備え、留木袋への送気は息を吹き込んで行う。通奏管は3本で、留木袋には牛あるいは羊の皮を用い、艦隊にアフリカンブラックウッドが使われる。旋律を奏でる管は、チャンターと呼ばれる。装飾には、銀、ステンレス、ニッケル、象牙や、その模造品などが用いられる。主音は B、先方は G、寄付上の G、通称、ローグから A、通称ヒアまでの9音を出すことができる。アイルランドのイリアンパイプスのようにチャンターからの音を途切れさせることはしない。バグパイプの演奏家をパイパー、バグパイプを主とするバンドをパイプバンドと呼ぶ。スコットランドのほか、アイルランドやスコットランド移民の多いアメリカ合衆国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドでも広く演奏される。スコットランドにおけるバグパイプの歴史は5世紀の建国にまで遡るとされるが、ドローンが3本の現在の様式となり、その奏法が確立したのは18世紀頃と言われている。政治的な理由から、スコットランドでは18世紀中頃から約50年間にわたり演奏が禁止されていた。メディアを再生するニュージーランドパイプバンド音楽としては、18世紀中頃まで技巧を駆使した変奏曲が戦意高揚と祭礼のために独奏された。これらは今日、ピブロホ、あるいは、キョールモールと呼ばれ、かつては楽譜を使わずに、カンタラックと呼ばれる交渉法により、楽曲の伝授が行われていた。19世紀になると行進曲や、ストラススペー、リール、ジグといった舞曲などが、盛んに演奏されるようになった。これらは総称して、キョールベックと呼ばれる。同時に、複数のバグパイプと太鼓による、パイプバンドが、しばしば軍楽隊として編成されるようになった。今日、スコットランドでは数多くの演奏者やパイプバンドが存在し、祭礼をはじめとする様々な機会に演奏されるほか、コンサートやコンクールも多く開かれている。楽器製造者も多数存在し、楽器の改良も行われているほか、楽器の一部にプラスチック、カーボンファイバー、ゴアテックス、バッグのような素材の使用が一般的となっている。また、世界中に愛好者が存在し、スコットランド系でない人々にも人気がある。日本にもいくつかの団体が存在し、演奏が行われている。ありがとうございます。